ありえないです。しかし私たちの捉え方、花という言葉に変えちゃったら同じになるでしょ。はい、全ての花は捉え方はそういうふうにできるわけ。ユリもバラも桜もボタンも全部花だということで、そういう捉え方ができます。そうしたら花という言葉によって一つになります。